前回、国際結婚の食生活はここが大変というテーマで、まゆみさんはメキシコ人の夫から納豆や生卵は激しく拒否された話を披露。さらに、あらゆる食べ物にチリソースをかけて食べなくてはいけないことに困ったというエピソードも。今回はこの続きから。では続いてまいりました。食生活、ここが大変だった、教えてください。メキシコの多分都会の方じゃなくて田舎の方に住んでた時も、元旦那も旦那の家族もお友達もみんな朝めちゃくちゃ食べるんですよ。朝ボリュームドーンみたいな感じなんですか？そうです、そう、朝めちゃくちゃ食べてたんです。なんかこういうプレートぐらいの、フリフォレスあって、ウェボスあって、でなんかお肉の朝殿が少しあって、うん、で、まあ、それにバーッとチリソースかけてトルティーヤだったりナチョスだったりがあるみたいなやつです。すごい。でランチディナーはそれほどでもないみたいな感じなんですか？朝とお昼が同じぐらいなんですよね。うん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 、うん、で夜が本当食べないんです。いやもう全く逆の感覚ですね。それも不思議だよな。そうで、ただ離婚して、まあ、今一人で生活して、うん、同僚たちとかお友達とかとご飯をするとそこまでじゃないんですよ。朝そこまで食べない。メキシコの田舎の方が結構朝がっつり食べるのかなと思うんですよ。ただものすごい朝早かったんですね。うんうん、ご飯作ろうと思ったら4時ぐらいから起きないと間に合わないんじゃないかくらいな感じだったんです。準備するのにね。あの1ヶ月もしないうちに私料理朝しなくなっちゃって、うんうん、なんか自分で勝手に作ってましたよ。でなんか出来合いのもうものでいいじゃんとか、昨日の残りでいいじゃんみたいなのを、うんうんうん、まあ日本人だったら普通ですよね。もう言い出した時があって、そしたら結構な勢いで切れまして、うんで嫁、自分の嫁なのに旦那の朝ごはんも作れないのかみたいな感じで怒られたことがありますね。喧嘩の火種になっちゃうんですね。そう、俺は今から仕事に行って渋滞もすごいとこだったんで、渋滞でこれぐらい通勤も時間がかかって大変なのに、うん、なんでご飯を作ってくれないんだみたいなこと言われたんですよ。うん、いや待って、朝4時起きって結構きついから、それは大変だな。けど出来合いのものか昨日の残りで済ませてくれみたいなことを言ったら、うん、もう結果ですよね。そうなんだ。でそれだけ彼らにとっては朝食ってすごい大事な、まあ、大事だってことなんですよね。スペインってどうですか？朝は、まあ、皆さんご存知のようにスペインは、まあ、基本4食から5食って言われてて、ね、朝は本当朝は簡単になんかコーヒーとクッキーとかっていうところが結構コーヒーですと、なんかジュースとか、コーヒーやったら私も入れますよ。その後だいたい学校でもで11時とか10時半11時ぐらいに、まあ朝ごはんっていう時間があって、お家から持ってったサンドイッチとか、私のうちの場合おにぎりとか持っていくけども、となんか果物を食べて、で12時半とか、まあ、1時ぐらいにお昼ご飯があって、で学校が終わるとまたおやつの時間で、なんか持ってちっちゃなサンドイッチとかフルーツを持ってって、で夜ご飯がまあ8時9時っていう感じ。多いですね。ちょっとずつ食べて食べてみたいな感じなんですか？そうね、大人は、まあ、朝軽く食べて、大人は3、4食ぐらいかな、3、4食かな。子供は分けだけど、学校がそうなってるから。それ全部ひろこさんが作るんですか？お昼は給食。ちなみにですけど、まあ、さっきね、まゆみさんはメキシコの田舎は朝食が一番重いって言ってましたけど、スペインはどうなんですか？一番しっかり食べるのはランチ。夜ご飯はまあ普通かな、そこまでしっかりじゃないけど、ね、人によってはワイン飲みながらとかね、ランチして仕事戻る人もいる。でもメキシコでもランチしながらビール飲むとかワイン飲むとかっていう人もいるんですよね。食種によっては、うん、まあ、もちろん飲めない食種の方が多いんですけど、あんだけお昼の量を食べてると、まあ、もちろんお腹もパンパンになるんですけど、午後からの仕事が全然できなくなるんで、うん、そうなりますよね。もうお昼結構控えめにするんですね。うん、そうすると
をもう全然食べてない、全然食べてないとかって言って、病気なのかとか、具合が悪いのかとか。心配されちゃうの大丈夫かって。違うと。私は午後の仕事で眠くならなかったりするために、セーブしてるし、だから心配しなくていいんだよって何回も繰り返して言わないとダメですね。確かに眠くなっちゃう、お昼ご飯食べた後。そうなんです、そうなんです。え、でもさ、スペインってシエスタっていうんですか、そのお昼寝タイムじゃないけど、そういう時間ってないですか。いや、もうシエスタはね、もう昔の風習というか。そうなんです。あ、うん、シエスタ、シエスタって言ってるけど、うんうん、シエスタはする時間ないんですよ、普通に仕事してたら。なんか、イタリアとか行くと、やっぱりなんかランチが終わると一回店閉めてみんな昼寝してるんだみたいなイメージがこう若干あるんですけど。個人のお店なんかは、結構2時ぐらいに閉めて、3時間休憩して5時からっていう、ランチの時間がやっぱ長いから、1時間半とかね、結構ね。うんうん、でも今はそのシエスタって本当のお昼寝はもうだいぶ減ってると思いますよ、本当に。メキシコもそんな感じのシエスタなんですけど、日系企業とかアメリカ企業とかだと1時間しかお昼休みないからシエスタできないんですよね。うん、うんうん、そうで、だってバリバリ働いてる人からすると未だにシエスタって思われても仕方がないかなって思う。ああ、うん、なるほどね。そう、だって2時間とか3時間お昼あるんでしょって。それでも、それシエスタなのに、もう、それがシエスタじゃありませんみたいな感覚でいるから、多分時間の感覚が全然違うんだと思いますよ。そうね。ランチの時間がやっぱ長いんだ。いや、やっぱその辺のなんか時間の感覚の差は。あるんでしょうね。うんうん。なんか興味深いな。国別で見たら面白そうですよね、これ。はい。では続いて、さらにまゆみさん続きますが、もう一つ教えてください。はい、その前に、その旦那と結婚してるときに、片道3時間かけないと日本食屋さんに行けなかったから、うんうん、日本に帰国した時とかに、もうスーツケースパンパンになるぐらい日本食をもう持って帰ってくるんですね。うん、うん、なるほど、なるほど。はい、はい。カレーのルーだとか、うん、鶏ガラスープの素だとか、うん、うん、なるほど。まあまあ、お味噌と、まあいろんなものを持ってくるんですよね。うん、うん、うん、うん。で、その中で一番大量に買ってたのが、日清の唐揚げ粉。で、初めて唐揚げを食べた時に、もう目が丸くなって、なんでこれなって言ったんですよ、うん、美味しすぎて、美味しすぎて。で、お弁当その時作って持って行ってもらったんですけど、唐揚げないとダメやったんですね。うん、それくらいハマったんだ、唐揚げ粉に。そう、うんうんうん、大好きすぎて、それがないと怒るみたいな、うんうん、逆に好きすぎちゃって。今同僚とかにたまにこう唐揚げサンドイッチだよってとかって作って渡すこともあったりするんですけど、うんうん、みんな必ず言いますもん、あれがまた食べたいって。みんな好評なんですね、唐揚げ粉が。いや、でもそんな唐揚げ粉ね、なくなったらどうなっちゃうんですか。いや、もうなんかすっごい悲しそうな顔してるんです。もう日本のお母さんに頼んで送ってもらえないかって、なんかすごいなんか低い悲しい感じで言うんですよね。なるほど。いや、それもなんか、いや、大変ですね。やっぱ国際結婚で、食べるって日々のことだからさ、そこでね、唐揚げ粉、ね、もし、まゆみさんがこっそり唐揚げ粉を自分のために使った日にはもうそれだけで喧嘩になりそうだ。俺の唐揚げ粉をなんでお前食べるんだみたいな。そう、だから私なんか取られるから、もう何袋か唐揚げ粉の袋隠してましたもん。自分よりそれぐらいね、うん、見せないように隠して、もうなんかあったらあっただけ食べちゃうから、もういくつかこう隠してましたもん。これ、ね、マリちゃんメキシコで唐揚げ屋さんやったらすごいよ、もう繁盛するでしょ。そうそうそう。いや、だから私実はしたくて、道端で屋台でもやろうかなとか最近思いますもん。だからそこをもしやったら、マリさん唐揚げ王になるんじゃないですか。唐揚げ御殿ができるぐらいの。できる。唐揚げ御殿建てますかね。できる。いや、ね、前ね、ひろこさんとかもね、ラーメン
今スペインで出したら流行る流行らない話あるけど、もう大概手遅れになってるなと思うんだけど、うん、メキシコで唐揚げやったらまだ間に合うんじゃないかと思って、やる人いないですよね。だってね、日本食レストランとして出す人はいるんですけど、なんか屋台とかでやる、うん、屋台みたいにね、ちょっと気軽な感じでね、やっぱりこ怖いとか、ああ治安っていう意味でね、犯罪が、そう、なんか普通の人はハードル高いけど、もう真由美さんは多分そこクリアしてるんじゃないですか。だから誰も踏み込めないところに踏み込めるから、いや絶対流行るんじゃないですかね。うん、いや、いけると思いますよ、これは。いけますよ。いいですね。真由美さん、唐揚げ王になったら笑うけどな。日本の偉人伝としてね、海外で成功した日本女性がいるみたいなね、もう日本のテレビ局がすぐ行きますよ、取材に。その時、島津さんも一緒に来てね。いやいや、もう行きますよ、その時。唐揚げ王の下で働きますよ。最近、外国人の観光客にインタビューしてるんですけど、結構、お好み焼きソースが好きなんだっていうことが、なんか、話聞いてると、あ、お好み焼き大好き、お好み焼きって、あのソースの味やっぱみんな好きなんだとか思って、あ、そう、お好み焼きソースとウスターソースみんな好きです。お好み焼き屋さんとか、うん、まあそんなに多くないけど見ます。あります。そう、こっちにもあります。あ、そうなの。広島お好み焼きみたいな、世界進出してるんだ。へえ、うん、まあ、ラーメンほどじゃないけど、じゃないけど、うん、1箇所2箇所っていうぐらいのレベルだけども、あ、うん、こっちも同じです。うん、そんな感じであるんだ。あ、それが知らなかった。うん、じゃあみんなちょっと食べ慣れてはいるけど、本場日本のお好み焼き食べたいなぐらいの感覚なんだ。かもしれない。好きすぎて揉めるっていうこともね、一つ教訓になりました。皆さんぜひね、若い人参考にしてください。